道人身事故ニュース速報です。2022年7月6日23時30分ごろ、宇都宮線の東大宮駅から蓮田駅で人身事故が発生した模様です。宇都宮線での人身事故は今年12件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter もやっています。フォローお願いいたします。